これは横一文字にこういうふうに構えましてね、その次持ち替えて回すときですね、この棒先を相手に向けることが大事ですね。これで回していきながら、あまり体から離さないでね、これでもって足を払うわけですね。そうしたらですね、その次に大事なことはすぐにポンとやるんじゃないのね。これをこちらへ持ってきて、ここでパーンと当てるようにしなくちゃいけないですね。それからこれでいきます。それからこれを引くようにして、大きくこれを体で回しながら、これでもって足を払っていくというのがポイントですね。ここでですね、回して引くときですね、これをね、自由にどちらでも向いて突くことが大事なんですね。中段の構えはですね、この父につけるようにしましてね、構えるのが中段の構えですね。で、突くときにですね、これをですね、こちらの手をですね、中に回し込むようにして突くわけですね。この時膝も突くわけです。ついていきますね。それでもって、今度は胴を打つと。この時、あくまでも地上と水平にですね、打てなくちゃいけないということですね。それからこれを返すようにして、これから金的を跳ねていくと。あるいは、小手を跳ねていく。胴打つ場合ですね、真横に打ちましたね、と同時にこのままですね、こちらかって下から打ち上げるということもあるわけですね。あるいはその時に応じましてね、こう上上げるようにしまして、避けながらですね、受けながらダッと胴を打ったりしますね。こういう胴の打ち方があります。下段からですね、非常に棒には虚実がありますから、まあ一応、まあ一般的なものはこの斜めに打たないでまっすぐに水平に打ちますけども、実戦の場合ではですね、いろんな風に打つわけですね。天地人の構えですね、こういうふうに構えますけども、あるいはこういうふうに構える場合もたくさんあります。でですね、相手の足にですね、これを叩きつける、これが問題ですね。それからなるべく両足をばらう場合にですね、こちらへ持ってきながらこう飛んで、はい、こういうふうにやるわけですね。でここで落とします。シュッ、なるべくこう、わかりますね、両足ヒュッ、はい、行くよ、うん、下段に構えてますね。だいぶ腰落とすようにしますね。で、この時体の足と一緒にですね、パッていくんですよね。これが大事ですね。これがパッていく、これを覚えておいてくださいね。で、パッていって今度これでパッと飛んでいくね。そうでもってなるべく後ろ引いて、これでね、この手でもって調子を取りながらですね、これで面に打っていく、わかりますね。いくよ、はっ、そうするとつけるわけですね。ですからね、本当にね、棒っていうのは微妙なんです。手で握ってるんじゃなくて、これでもって変えてるね。なるべくしよう、あっ、
きますね。引くのも大事ですけどもね、突きながら上げるときにね、ここにぴったりと前腕こっちにつけておくわけですね。前腕部につけておくことが大事ですね。つきました、これが大事だということですね。片手でそれでパッ体で持ってどういくということがとても大事ですね。つきました、これでこういきます、こうですね。それでもってどうにいくと、これが体でいくということですね。これは中段からですね、それから裾を払うときですね、なるべくこれをこう送るようにして裾を払いますね。ちょっとこう引きますね。それでまたこれでいきますね、引きますね。それでバーンこう体でもってやらかないと当たりが強くないだろう、ね、これがとっても大事ですね。これがね、これでいきながら大事なことはですね、払いました、これでこれでいきます。その次こう体つけながらバーン、これが大事だってことですね。全身で持って打つようにしてください。ここで大事なことはですね、足を払いますね。これが相手に払われるわけです。ポンと払うわけですね。これを返しながら伸ばすように打つことですね。はい、こちらやってみましょう。こう伸びながらこう伸ばして打っていく、これが大事ですね。はい、